週刊朝日で岸田政権は短命に終わるっていう特集をやってるんですけど、はい、まあこれはいいとしてですね、うん、要するにそのまあ、今回はやっと勝ってもですね、はい、次のその来年のね参議院選が危ないと。危ないと。それで共産党の本当の狙いは今回じゃなくてですね、うん、来年の参院選だと、うん、そこでそのなんていうか逆言われても逆転すればね、はいはい、ねじれ国会になっちゃって、うん、そのいろんなことが、まあ、行き滞るわけですよ、はい、だからそれを狙っているんだと、うん、だからそのいうことはもうこれなんていうか政治に詳しい人たちは言ってるんですけどね。参院選が本当のこれはまあ今ここの週刊誌にも書いてあるな、はい、次の衆院選でだから今度の選挙で与党が過半数割れする可能性はかなり低くなった。ただ来年7月には参院選があってそれが本当の意味での決戦だと、うん、まあいうことなんですけどね、はい、これでちょっと驚いたのは、うん、7月に実施した調査によると立憲支持者の約 61% は60歳以上年寄りが支持してるそうですよね。で自民はどのくらいかというと自民はね 38% なんだよ、うん、60だから若い人も支持してるわけ、はい、若い人も支持してるわけ。立憲はね 61% がね、はい、60歳以上と。なんで年寄りが立憲支持してるのかね。やっぱ団塊の世代ですね。やっぱ反安倍運動をしてた国会議事堂前に来てた人もほとんど年寄りでしたよね。もう年寄りばっかりですよ、はい、うん、もう本当昔のなんか名前で出ていますみたいなじいさんたちが出てきてね、はいはい、夕方になると帰ってましたから。そう、そうそうそうなんだよ。いや本当そういう懐かしいなって言ってなんか同窓会的に来てる感じですよ。やることもないし、そうでもね、はい、そうそうそうでもが懐かしがって、はい、そう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 なんだ。そうだと思います。はいだからね、田中義嗣さん、政治ジャーナリストの田中義嗣さんが言ってるんだけど、うん、今の若い世代は政治に関心が出始めた年頃に民主党政権の失敗を経験しています。にもかかわらず枝野氏をはじめ野党幹部は民主党政権の中枢にいた人たちばかり。それが続く限り若い人たちは野党に投票する気にはならないのですと、うん、そうですね、若い人から見放されていると、はい、立憲は。そうですね。そうなのかな。日経平均が7000円ぐらいまで落ちましたからね、立憲とか。本当どうしようもないですよ。本当に何も決められなかったですから、悪い解放の改革しかできてないです。そうな、これはちょっとね意外な数字だったね、うん、立憲支持者は年寄りが多いと。あとは選挙絡みで言うと二階さんが出るのかどうかとかね。はい、二階さんはもう出てますけど。あ、出るって言ったら本人が。二階さんですね、和歌山3区は。ここ、あ、まあ、それは一応書いてあるけどね、はい、でもまだ分かんないです、これはね。あ、その前の段階から、まあ、なんか自分が出るのは当然でしょという、そうそう、そういう言ってました、ね、発言はありましたね。冗談にする。そうそう、はい、うん、小池のなんだよ、ファーストの会か、はい、あれはまあ立てられなくなっちゃったから、ね、そうですね、選挙が早まったから、はい、まあいいでしょう、うん、あれを出しさせた方が立憲潰しみたいな感じもあったかもしれないですけどね。 あっちの票に立憲は嫌だなって思ってる人がそっちに、自民党も嫌だと、とにかく自民党以外に入れたいと思った人が受け皿になったかもしれないなと思うんですけど、あまりに早く選挙がな、それは岸田さんの作戦、まあ、作戦なんでしょうね、でしょうけどね、はい、なったから、うん、立てられない、はい、まあ、短期決戦の選挙どうなるか、はい、これはまあそうですね、本当、うん、短期ですよ ね、 そうですね、はい、フォローしていきたいと思います、はい、ただまあもう自民党員はずっと準備してましたからね、うん、ほとんど、うん、秋にはやるって分かってるっていうことで、うんうん、はい、それで思い出したんだけど、なんだっけ、誰かがうちに書いたんだけど、はい、自民党員ってさ、はい、お金払えば誰でもなれるわけ。なります。ね、なります。で、資格審査も何もないわけ。ないです。そうすると、はい、その例えばですね、はい、中国の意向を受けたようなやつ、はい、やつらがですね、はい、大量にね、うん、自民党員になっちゃうと。ありますね。そして、うん、この人たちが
総理総裁選ぶあります可能性一応こう担うわけじゃない、はいはい、非常に危険だと、はい、もうちょっとその自民党員の党員資格審査をきちんとやんなきゃいけないんじゃないのと、はいはいはい、いうことを言ってる人がいますね。まあそうですね、そうなんだよ、それはそうですね、和田君だってなったんだからな。はい、そうですよ。いやいや、でも和田君もなったんだよ、党員に。いや、なってるっていうか、だいぶ前からですから、ね、すぐなったんだろ、なるんだろ、ずいぶん昔からですよ、はい、うん、だから、なるじゃんだよ、総理だってなるんだよ、はい、立憲もそうだよ、立憲もそうだよ、だから、立憲はそれですごい問題になったんだよ、あの民主党時代に、うん、あの1000円払えばなれるっていうことだったんだけど、何口もなれるみたいな、うん、そう、あー、なるほどね、ものすごいそのいい加減だったんですよね、はい、だから全然ですよ。そうなんだよな、だからそれに、それが一国の総理を選ぶっていうのもなんか変だなと、うん、それは確かにそうなんだよ、はい、うん、だから次からマイナンバーとかそういうのをちょっと出すようにした方がいいかなと思いますけどね、うんうんうん、はい、そうなのかな、はい、ダブルこともあるわけだ、うん、あ、だって何秒か取れますからね。そうそう、あの金さえ積めば。そうなんだよ、まあ架空の人数もやろうと思ったらできるんですよ。架空？で、要するにの架空の名前で登録すらやろうと思ったら、うちの家族こういうのいますって言えば全然その家族まとめて払いますっていうことできちゃうんで、だからあの票数自体は取れるんですよ。なるほど、はい、うん、はい、あ、だってあの分からないんですよね、そうか、向こうも、はい、うん、あのだいたい選挙出てる国家あの議員にしてみたら、うん、自分のところで人数が増えるのは全然嬉しいわけです。まあまあそうですね。目つぶってると思います。そうそう、はい、相当格があると思います。うん、あ、そうかね、はい、うん、あると思います。新潮はまああの新潮は絶対にあの選挙予測ってやんないのね。あ、なんかやんないですね。やんないんだよ。はい、なぜか方針のあの、はい、やらない、はい、文春はもう僕の頃からでも盛んにやってたんですけど、はい、やらない、はい、で今週の特集は永田町地雷を踏んだらさようならって言うんでね、うん、まあ、あのあれこれ書いてるんですけど、まあ、ゴシップ集みたいなもんなんです、はい、選挙絡みのね、はい、うん、で河野さんが相変わらず人気でね、うん、あの河野太郎、あ、太郎が、はい、選挙の応援依頼が殺到してると。そうでしょうね、うん、岸田陣営の議員からも来て節操なさすぎだろうとぼやいてました。そうですよね。だけどなんでそんな人気があるんだろう。やっぱちょっと若いっていう点と、うん、やっぱ顔が売れてるっていうのはやっぱ、うん、あるっていうことでしょうね、うん、あのだって進次郎も人気ですもんね。まだ多分進次郎が多分駅前演説に応援来るって言ったらやっぱ人集まりますよ、うん、まあ、やっぱ集まります、まあ、見たいっていうのはあるね、はい、それはもう絶対うん、わけのわかんない知名度のない議員が来て応援してますって言ったら、うんうん、あんたも誰だって感じですもん。本当にこの前あの三谷さんの応援に青葉台の駅前、私が住んでる青葉台の駅前に杉田美代さんが来てましたけど、うん、ああ、はい、ダメですか。杉田さんは人気ですよ。人気ですか。人気ですよ、やっぱり、はい、あの杉田さんはいいなと思ってキャラ立ってますから、まあ、そうですか、はい、やっぱ、うん、党員自民党の政治家やっぱキャラ立てるっていうのをちゃんと考えないといけないと思いますね、うん、だからこれはさ、はい、なんだろう、河野さんはまだ、うん、河野さんの何がいいのかよく分かんないですね、はい、まあ、日本端子の問題がある限り、日本端子の問題がある、もう彼は総裁にはしちゃいけない人ですよね。そうそう、そうなんだよ、はい、本当はね、はい、議員すら危ないですよ、うん、あんな、はい、あんな会社、まあでも広報担当だからそれはやっぱあっちこっち行かなきゃいけないですね、はい、まあでも大変だよね。高市さん人気あるらしいですよ、うん、今あるでしょうね、あっちこっちから引っ張りだこ、はい、もう全国飛び回んなきゃいけないって、はい、泣いてましたけど、いやでも今回、うん、いろんな議員に貸しを作っておくと、いやそうですね、やっぱそれがそうそう、やっぱ次の総裁選の時にすごい大事になりますから、ね、今回顔が売れて声も、うん、演説もうまいはずですから、そうですね、あれだけのうまいですよ、喋りができるってことは、うん、そうですね、はい、それはやっぱりすごいうん、いいと思いますね、はい、腹から声出てますもんね、うん、はい、山本太郎はもう出るのか出ないのか分かりませんね。ああ、うん、なんか選挙区間違えてましたね、うん、8区に出ちゃって8区に出て東京8区って言って、はい、大安定行くって引っ込みちゃいましたからね、はい、これどうなんですかねこれね、はい、うん。